まあいろんなトピックがありますんで、あとなんかね、珍しく運営さんがなんか雑談の小ネタみたいのを用意してくれてね、ライブ会場の東京ガーデンシアターっていうところに併設されてるショッピング施設があるんですよ。ショッピングモールがあるんです。有明ガーデンって言うんですけど、ショッピングモールめっちゃでかいし、でなんかタワマンとつながってんだって。だからその有明のなんか隣ぐらいにあるタワマンの人はもう直通でそのまんま有明ガーデンに行けるみたいな。その有明ガーデンで店内放送全部私の曲だったらしいの。え、すごくない？ありがたすぎ。ほとんどの人は有明ガーデンで時間潰したりご飯食べたりしてたと思うんだけど、流れてたらしい。え、聞きに行きたかったスイちゃんも。有明ガーデンブラブラしてさ、星読みの顔をチラチラ見ながら素通りしたかった。すれ違いたかった。帽子かぶってさ、髪の毛もう隠してさ、マスクしてサングラスして、バレないようにして、怪しい人やんけ。え、したかった。それはやめとけ。はい。そしてさ、今、外めっちゃ並んでますよって言われてさ、見たい見たいつつ。え、それめっちゃ見たい。今外出ちゃダメ言ってダメに決まってるみたいな。俺いた？知らねえよ。お前の顔知らねえ。でもいたんだろうな。いい雰囲気だ。広い宇宙の数ある一つ、青い地球の広い世界で